結構私たちの活動って名前だけ聞くとわからないところもあると思うんですけど、今回の発表でみんなに知ってもらえたんじゃないかなと思っています。犯罪を起こした少年について発表させていただいて、で大学生ができる上でボランティアとか、解決方法とか今現時点できる、対策案っていうのを発表させていただきました。今回自分たちの研究結果を発表するだけでなく、発表する相手がどのような人なのかを配慮しながら、パワーポイントを作成したり結果をまとめるなど様々な工夫をすることができたのはとても良い経験でした。イエーイ一番面白かったのはどれですか？チーズ同じくチーズとか生き物図鑑とか、最初の学生団体の分かりやすかった、なんか上に感じる年がだいぶ大人に感じる、考え方が立派だなと、そうなれたらいいなと。ファッションの流行形成が面白かったです。なんか数値を使って流行のなんか伝達の度合いを調べてたのが面白かったです。はい、このゼミの方たちの発表は、なんか具体的ですごかったし、上の3つの学生団体も、なんか想像以上にすごい活動やなと思いました。僕はその、田舎っていうか地域での暮らしとかそういうコミュニティとかその食べ物とかそういうことに興味があるので、その家島でそのシェアハウスっていうのに結構興味が持ちました。笠間の発表を見させていただいたんですけども、改めて環境人間学部で学べることの広さであったり、またその地域性であったり、その面白さに改めて気づくことができました。